皆さんこんにちは、さきです。そして、ひろです。そして、みちゃんです。今回はグアム。はい、ということでですね、夏休みということで、グアム旅行に来ました。ありがとうございます。私のチャンネルではいろいろね、企画立てていこうと思うんですけど、今回はですね、グアムでの爆食の様子を皆様にお届けしたいと思います。私もね、大きいイベントとかが一段落して、ちょっと今まで我慢してた分を食べれるチートデイ、チート3泊3日なので、この4日間は爆食する予定ですので、はい、皆様にもお届けしたいなと思います。で、今日着いたばっかなんですけど、ちょっとね、うちら本当朝から何も食べてなくて、今回こちらのランハーム、ステーキ屋さんに行きたいと思います。ステーキハウス。あの、本当に私の家族は全員英語が喋れませんので、はい、注文するのにも一苦労でした。じゃあ乾杯しよう。グアムの夜に。乾杯。いただきます。パワフル。はい。届きました。死んでるか。やばいぞ。サラダ。何だった？1個サラダ3個。1個ちっちゃいのなんで、みんなそれかも。これ1個で多いじゃん。多いぞぐらい。すげえ。もうちょっとやばいよ。うまっ。めぐち日本で食べれますが、めぐち日本で、うん、結構ジューシー、あるごとに出てくるの、旨味が。ウェンディーにしました。2人で、はい、なんでかは言いません。いろいろあったんで、よかった。うん、おいしい。揚げたてだ。めっちゃ熱い。いつなのに、その通じてたの。日本で言えるじゃない。でさ、これね、S なの。S これって、まあ、スモールドリンクとかってさ、これなの。申し訳ないけど、証だと思う。ハンバーガー。なんですか、これは。ベーコネーターです。いただきます。このグアムで何キロカロリー取る予定ですか。ですね、1日2000ぐらい。うん、足りる。あんまりカロリーを気にしたことがないから、通常がどれくらいかわかんないんです。3000ぐらいいっちゃう。いっちゃいますね。あの、この4日間で体重3キロぐらい取る予定です。毎日食べるときみがすっきり。メインゲートコーヒー。なら、また後ほど。はい、なんかホテルで祭りみたいな、なんかカーニバルみたいなのが始まったので来ました。ワンプレート、お一人様一プレートまでなんです。これ夕ご飯なんだけど、だから足りないと、もうこの後にステーキ屋さんに行くという計画をしてます。もし足りなかったらね、足りるんじゃない、さすがに。次にね、うん、食べてみたいと思います。レイニット、チキン、チキン。皆さん、お待たせしました。先ほどね、夜ご飯を食べたはずなんですけれども、はい、じゃに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 ゃーん。はい、はい、こちら爆食家族と幸せで出てますので、今回は裏切りません。ということで、食べていきましょう。昨日と同じお店に来ました。そうですよ、昨日より頼むも量が多いです。昨日と違うの、これはね。いや、どっちが違うんだろうね。あ、こっちも短い。待って、待って、死んだ。ちゃんとね、米も食べるっていうね。すごい。柔らかいです。すごい、猛獣の顔してる。
違うか。マジでみんな褒めてほしいよ。ちょっとさ、食べ過ぎじゃない？何が？ちょっとさ、夕ご飯食べたよ。ワンプレートもしっかりして。え、マジでね。おつまみ。グアムにいるとさ、やっぱアメリカのとこってさ、こんぐらいさ、まるでビッグサイズ食べるじゃん。同じ体勢になってんのかも、住んでると。住んでない、住んでない。フワチッチしかいない。あ、でもちゃんとサラダ食べてるから、これ0キロカロリーだ。サラダ食べると0キロカロリーです。ワンプレートしか食べてない。これは在住のお客様ファンの方がご紹介してくれた、うん、すごいね、もう一つの私のことで私のことで始めると実際ちょっと迎えに行って分かりますって感じで何をしてくれるんですか、これ誰のおかげで結構前からさ、あのグアム在住のすごい子いるねって言って話はしたんだよね。そしたら自分のことプラスで言ったんですけど、そう教えてくれて後でまた会えるかもしれない、グアムの昼に乾杯。めちゃめちゃうまいやつだ。前菜ですね。じゃじゃーん、ミシソワーズスープとサラダ。どう？美味しい。鉄板で目の前でやってくれるんだ。こちらもお楽しみに。サーモンこのて。すごい。カラメルビスケットです。よくあんな食べて、まだ食べれるね。あ、もうスイーツは別物なんで。あ、そうね。はい。もう。グアムの最終日の朝に。チェーズ。朝から。グッドデイシャーズ。いただきます。僕はチーズ&ハムオムレツにしました。美味しそう。じゃあバンより美味しい。何にも言わないと得るんだね。ついてるクリームが。おいしそう。ああ、また作ってる。はい、ということで爆食日記最終回です。はい、
最終回はこちらバーガーキーン、はい、ということでですね、朝からあんな量食べてしまった私は今ね15時ぐらいなんですけど、まだお腹空いてないということで、ハルト君とスティックをシェアしたいと思います。僕はこのなんかめっちゃ美味しいとポテトと伸びるチーズを買いました。知ってない。やばいかも。10キロぐらい増えたと思う。マジで体感は4キロ。2キロ。4キロ太るの簡単だけどさ、4キロ痩せるのって難しい。そう。本当にこれで4キロ太ってたら、4キロ痩せるのに3ヶ月ぐらいかかって、4キロ太るのに4日間ってことは、本当になんかバカバカしくなってますね。本当に明日からマジのダイエット始めます。最近ちょっとね、こうイベント続きでダイエット頑張ってたので、久々にこんなに気にせず食べれてよかったです。これが最後にしたいと思います、爆食は。明日からサラダ生活頑張ります。ママもやばいので、そうね、そうね。一緒に。ね、おばあちゃんもめちゃめちゃ食べてましたから、一緒におばあちゃんも一緒にいたんですけど、みんな食べてます。ゆうちゃんも超食べてたね。もうみんな顔がぷくぷくしてるので、明日から皆さんダイエット頑張りましょうね。はい。ということで、この辺で終わりだと思います。が、いいですか？高評価、チャンネル登録。